自身の会社のご説明といったところからお話をお伺いできると幸いです。それではよろしくお願いします。配膳プラットフォームと申します。もともと私前職リクルートで10年勤めてまして、ちょうど2003年から2013年の10年間ですね、リクルートでデジタルのサイバー責任者をやってたんですけど、その時にですね、会社が本当にデジタルトランスフォーメーションしていく時に、まあ、一番僕自身が困っていたのが、会社の中にですね、デジタルの人材が足りないということが一番の問題意識としてありまして、まあ、自分が困ったことをサービスとして提供したいということで、改善プラットフォームを立ち上げております。でやってる事業概要は大きく3点ですね。一つはお客様のウェブサービスの UI、UX と分かりやすくすることで売上に貢献するという事業の UX ソリューションで、そこでですね、お客様のウェブサイト UX を改善していくときに、結構コンテンツをですね、動画にして埋め込んでいくと KPI が非常に改善するというのが分かってきて、あ、これからのコンテンツは全部動画になっていくんだろうということで、こちらの動画ソリューションというのを2016年から立ち上げて、こちらも非常に高い成長を遂げています。今回ですね、コロナが来まして、実はこの動画のソリューションで非常に問い合わせを多くいただいたのは、営業資料とかですね、パワーポイントとか、こういうのを動画にしたいということで、DX ソリューションという、企業の非対面でのですね、営業活動のお手伝いをするというサービスの大きく3点ですね。この3つのサービスで企業の DX をご支援しております。もともと創業の狙いなんですけれども、まあ日本国内のですね、大企業の退職率って 2.4% と言われてまして、10年経っても20% ぐらいしか人が入れ替わらないという中で、デジタルの人材を育成しづらいと。そういう背景からですね、もともと IT のアウトソーシング、まあ SI っていうですね、5兆円ぐらいの巨大なアウトソーシングがすでに存在してまして、これから日本が迎えるですね、デジタルトランスフォーメーションっていうのは、巨大なアウトソーシングの市場を生み出すというのが我々の仮説です。で、一方ですね、じゃあその IT のアウトソーシング、これまでの市場っていうのの環境を見てみますと、基本的には正社員で採用して、日本の場合、解雇規制があります。正社員で採用すると解雇できないと。いう構造になってますので、まあ、多重下請け構造になって、プロジェクトが終わると会社の契約ごと切るという形で雇用の弾力性を担保していると。かつ働き方はオフィスに基本的には常駐するという形で、まあ、これまでのアウトソーシングというのは、まあ、必ずしも生産性が高くないというのが我々の見立てです。それに対して、まあ、DX ってデジタル、お客様の接点が体験がデジタル、インターネットを通じてインターフェースされていく世の中ですので、ソフトウェアを通じたアウトソーシングができるだろうということで、我々ですね、お客様の事業計画を達成していくためのプロジェクトをリカーリングで受けようという、まあ、SaaS とですね、高度なプロ人材のチームで DX のアウトソーシングを実現しようというのが我々の狙いです。実際に、すでにもうこれは言われていることですけど、UX っていうのはいかにその投資対効果がいいかっていうのは、かなり証明されてきてますけれども、じゃあなぜ日本の大企業のサービスと大抵使いづらいのかというと、基本的にはですね、この古い基幹システムってですね、保守システム、保守メンテナンスに、IT 投資の8割が飲み込まれてしまうというのが今の実情で、例えば新しいサービスを作りたいとか、新しい機能を作りたいというと、あ、基幹システムのここに手を入れないとダメですね、ということで、システムと密結合している問題によって、かなり足を引っ張られてしまうと。そういう構造ですので、どうしても IT 部門の対応力とビジネス部門の要求にはギャップが生まれてまして、ここをですね、我々は解決するというのが改善プラットフォームが狙っているビジネスチャンスです。で、これまでですね、世界を改善する。まあ、改善っていう言葉はですね、世界でも通じる日本語ということで、これを掲げて事業の方を行ってまいりました。ありがとうございます。まさにお話しいただいた通りで、特にこのコロナ禍ということも受けて、資料の動画化をしたいですとか、お客様のニーズといったところも大きく変化してきているところだと思うんですけれども、まあ、こういった世の中の変化とかも受けながらですね、今後の事業展開として考えられているものですとか、まあ、もともと考えていたものから少しこう方向転換したものなどがあれば、ぜひお伺いさせてください。そうですね、やっぱり今回のそのコロナっていうのは、一つは非対面、非接触がすごくこう、重要なテクノロジーとして世の中に求められてきてるっていうのが我々の理解でして、そういう意味でいくとあれですね、これから多分5年とかかけて考えていかなきゃいけなかったことが本当に1年2年で実行していかなきゃいけないということで、時間が短くなったというのが我々の理解です。で、それに伴ってですね、当然そのデジタルトランスフォーメーション、その重要性についてこう、誰もが
理解しているところだと思うんですけど、我々非常に重要なのは、いわゆるアメリカとかですね、中国で行われているようなデジタルトランスフォーメーションをそのまま日本に当てはめることができるのかというのが、まあ、我々の非常に重要な課題感で、とか日本のやり方ですね、DX の成功パターンとしての日本流の DX っていうのをちょっと見つけていかなきゃいけないっていうのが、まあ、今の我々のテーマだと思ってます。ありがとうございます。最後にですね、まさにその改善さんで取り組まれてきたことっていうのは、これまでの問題点ですとか、変えていくべき点というところに着眼されてイノベーションを起こされてきたということだと思いますが、まだまだこうして変化の多い時代にですね、イノベーションを起こしていく人材、更新に向けて何か一言コメントがあればぜひお願いいたします。イノベーションっていうことでいくと、海外でいうデジタルトランスフォーメーションって、ビジネスと一緒に従業員の中身も入れ替えるっていうのがデジタルトランスフォーメーション。まあ、要するにエンジニアを自分たちで採用して、デジタルネイティブな会社に作り変えていくっていうことを言ってますけど、まあ、それって例えば日本の企業においては、そのまんま同じことができるかっていうとかなり難しいと思っています。で、それについて本流のイノベーションで本当に大切なことは何かっていうと、違う才能とかですね、例えば、いわゆるレガシーな大企業で働いているビジネスの方たちと、いわゆるデジタルのニューインダストリーで働いている人たちが、やっぱコラボレーションしていったりとかですね、一緒に共に働いていくことで、違う才能を持つ人たちが共に働くっていうのが非常に重要だと思ってまして、そのやり方っていうのをどう作り出していけるかっていうのが、これからのですね、まあ、ビジネスの中でもそうですし、まあ、よくオープンイノベーションとかいろいろ言われてますけど、あれの本質はやっぱりその違う才能を持つ人たちが共に働く、共通のゴールを目指して共に働くだと思うんで、そういうケミストリーをですね、いかに生み出していけるかっていうのは非常に重要になってくるというふうに考えています。